今回の時は出勤しようとしたら涙が止まらないです。いっぱいいっぱいの時主さんに励ましの返信がたくさんあります。ではご覧ください。朝出勤しようとしたら涙が止まらなくなり、今日会社を休みました。社会人生活10年近くで初めてこんな症状が出て自分にも驚いてます。心当たりとしては異業種へ転職をし、7月より今の会社で働いているのですが、いろんなことがありすぎて主に社内の人間関係会社への不信感、心身ともに疲れてはいました。今も気が緩むと涙が溢れ出そうになってます。皆さんは出勤前に涙が止まらなくなった経験はありますか？あるよ。適応障害って言われて生活保護。私も通院しながら生補受給中だよ。情けないし申し訳ない。私も統合失調症で生活保護受給中です。好きであんな病気になりたくなかったのになってしまった。ショックです。私も転職後すぐにパニック障害になり、それ以降会社のドアの前に来ると動悸とめまい、帰宅後は泣いたり自分の太もも殴ったりしてた。その時付き合ってる彼に対してのストレスも相当あり、それも相まってボロボロだったな。あれは鬱だったと思うわ。精神科で適応障害と診断されて4年経ったけど辞めた。コロナ真っ只中で1ヶ月休んで就活始めて3ヶ月後に転職して4年目になる。同僚がそう言いながら休んでたよ。体休めた方がいいんやない？今は休む時なんだよ。正常じゃないって自分でも分かったから、メンタルクリニックのお世話になって薬飲まないといけなくなる前にやめた。我慢してズルズル行かなくて本当に良かった。早めに心療内科を予約した方がいいよ。予約満杯で1ヶ月待ちとか皿だから。適応障害だね。セクハラされた行為が犯罪って後で知ったされて配置換えお願いしたのに、狭い部屋で2ヶ月いたら気が狂って涙が止まらなくなり、汗もひどくなり、動悸がして心療内科に行ったよ。抗うつ剤が出るよ。きちんと飲まないと私のようにもっと大きい精神疾患に移行するよ。社会人1年目のものです。今日、おもさんと同じく会社を休みました。朝5時くらいに目覚めてずっと涙が止まらず、離れて暮らす母親に休んでもいいかなと LINE を送ったら、休みなさいと背中を押してくれたので勇気を出して会社に電話しました。どうしても無理な時ってありますよね。おもさんもしっかり心身ともに休んで早く元気になりますように。わかるよ。私も転職したての時泣いたよ。慣れない環境と上司の明らかな態度急変で嫌になってね。なんやかんや周りの人が助けてくれて今に至るけど、もう思い出したくもない。無理しないでね。私も転職先がひどくて、それでも頑張って1年10ヶ月勤務しましたが、今月から重度のうつ病で休職です。中途採用は所詮はプロパーがやりたくない仕事を何も知らない人に押し付け、プロパーより安い待遇で使い倒し、壊れたら用なしです。私は期待している、他にやれる人外ない、やりがいがあるだろうみたいな甘い言葉に踊らされて障害者になってしまいました。労災認定を申請していますが、それも医療費が無料になったところで、休業保障は従来の給与の8割程度、さらにはボーナスは欠勤扱いのため出ません。年収としては3分の2くらいになります。何にもいいことないですよ。頑張る必要ないです。休職とかメンタルクリニックとかの前に体調不良で時々休みましょう。転職したばかりで有給少ないかもしれませんが、少しの欠勤くらいなんてことはありません。精神的に限界が近いのかな。精神が本格的に壊れる前に病院とか休息を取った方がいいよ。無理してもいずれ崩壊する。会社や会社の人は誰も助けてはくれない。自分の身は自分で守るのよ。無理しないで。場は腹開けてみんなの前で課長席の横に立たされ半日説教、行く短勤夢中なのに帰ろうとした時間に呼ばれ会議室で、そこから5時間お説教、伺い資料をあげるとことごとく修正してギリギリまで句読点の打ち方から文句、意にしまないまましぶしぶ部長にあげると、私が書いてた初期案で指導が入り直し、それでまたお前の意思が弱いから部長に怒られたと言われ、という本を読め、俺の考えがわかる、上司も寝れば翌日意見が変わるのは当たり前、人間なんだから100を求めるなと言われ、誰が給与査定してるかわかるよねまで言われ、そんな毎日に頭がおかしくなりそうで、鬱になり会社に行くときは戦場に出向く兵士の気分ってこんなのかな、もっと苦しかったろうなと考えるようになり、自殺しかけました。真面目なんだね。誰に迷惑かかるとか、社会人としてとか
一切無視して、もう行かなくていいよ。本当に。やめちゃえ。命が一番大事よ。他の人もコメントしてるけど適応障害だと思う。同じ経験あります。回復にはストレスのかかった期間と同じ時間がかかるそう。早めに環境を変えた方がいい。私も職場の人間関係問題で家でもずっと頭から離れず、仕事自体にも集中できず、ついには出勤中に運転しながら泣いていた。仕事中はどうにか持ちこたえて、帰りにまた運転しながら泣くの日々。誰にも言えずかなり苦しかったけど、勇気を出して上司に相談したら真剣に聞いてくれて、やっと誰かに話せたってことでなんか楽になったよ。そこから少し前向きになれたかな。でもきつかったら無理はダメだよ。おもさんは真面目で頑張り屋さんなんだね。やめて転職した方が良い。そんな会社なんて壊れても良いし、どうでも良いけど、あなたが壊れたら話にならない。自分に合う会社は必ずあるから、無理しないで休んでやめな。やめた方がいい。もう涙が出て身体が拒否反応を起こしてるなら無理だよ。経験あるよ。最初は出勤前だけだったんだけど、だんだん家にいる間もずっと気が晴れなくて、何でもない時に急に涙止まらなくなったり、夜眠れなくなったりして鬱になってしまった。病院の先生から休んだ方がいいと診断書き出してもらって休職したよ。今思えばひどくなる前に早めに辞めておけば次の仕事すぐ探せたのになと思ったよ。そのうち会社に行こうとすると動悸がして朝起きられなくなります。そして頭が全然回らなくなり、簡単な計算や買い物、家事までできなくなります。初診予約取るの大変だから、頭が働いてるうちに心療内科予約した方がいいよ。診断書書いてもらうために必要だから。同じ状況になった時、翌月にボーナスが入る予定だったから、最後にボーナスが出てから退職申し出ようって考えて転職活動もなんとか進めてた。あと数日ってとこまで来て、ひどいパワハラが連日で起きてしまい、倒れて社会復帰に1年かかったよ。あれから10年経つけど、自分が精神疾患になったことすら忘れるくらい元気になれたと思ってても、精神疾患って根深くてね。人生を振り回されてきた。ボーナスなんてスズメの涙くらいなのに執着を起こすんじゃなかった。頼れる親がいたのだから素直に頼ればよかった。会社なんて辞めちゃえば無関係な人ばっかなのに、気を使いすぎてしまったのを後悔してる。しかもあの時のブラック会社倒産したし、主さんこっち来ちゃダメだから自分最優先でね。私は新卒の時行きたくなさすぎて会社の最寄り駅のトイレで毎朝吐いていたよ。親には心配かけたくなかったから元気に出勤してる姿見せてた。辞めてもいいんだよなって自分に言い聞かせたら、仕事が回るようになって何とか続けられたけど、精神が破壊される前に次のステップを考えるのも大事ですよ。会社より心療内科へ行こうぜ。無責任に聞こえるかもしれないけど、辞めなよ。一回メンタル壊すと大変だよ。精神科に行って思いのままを伝えて診断書もらって休みましょう。生活に困ってないなら今すぐ辞めた方がいい。健康じゃないと何もできない。健康が一番。やめよう。嫌なことから逃げることも大事だよ。私も職場の駅に着いたら涙止まらなくて、駅の椅子でポロポロ泣いて、もう心がダメになるってそのまま U ターンして帰って辞めたよ。ある。仕事場でも泣いたことある。精神ボロボロな時期だったから。コロナが始まった時に当時の上司からパワハラ、眠れない、涙止まらない、電車乗れない、外出られない、今も後遺症残ってる。結論として早く逃げろ。あるよ、あるある。高校の時そうだった。しばらく半月くらい休んだよ。社会人になってからもあるよ。心からのメッセージだよ。主さん、今は休んだ方が良いと思う。働くことが主軸にならないで生きることの方がよっぽど大事だし、おもさんが幸せに生きてくれることを周りも望んでるよ。私は結婚して思うように働けなくなって掃除機かけながら涙が出てでどうしようもなかった。思えばあの時に私は結婚向きじゃないことをちゃんと自覚して離婚してたら人生また違ったかもという気持ちがある。主のその涙も何か意味があるんじゃないかね。簡単に言うわけじゃないけど、やめた方がいいよ。私はホームで電車待ってる時に飛び降りたら楽になれるかなと思ってしまってやめた。やめなよ。仕事は探せばいくらでもあるけど、心は一つしかないよ。壊れたら簡単には治らない。傷病手当もらうのを忘れずにね。休むなら早めがいいよ。長い間打つ状態が続くと治るのにも時間がかかる。私も10年以上病院行かずにいて、とうとうおかしくなって心療内科行ったけど、
初心でそれだけ長く我慢してきたなら治るのに時間かかりますよって言われた。他の方も書いておられますが、適応障害かと思われます。医師ではないので断言しないでおきますね。これだという理由があるにしろないにしろ、涙が出てきてしまって普通じゃないのよ。精神科か心療内科に行って診断書もらってでも、退職かしばらくの休職の扱いです。私がそうだったから言えるの。診断は違うけれど、私も今の職場でパワハラ受けて心身ともに限界が来て心臓張り裂けそうなぐらい言うの嫌だったけど、勇気出して辞めたいってつい最近言ってきたよ。おもさんも自然と涙が出るなんて精神的に限界だと思うから、頑張って一歩踏み出してみて。おもさんだけじゃないよ、少なからず私も一緒だよ。精神的に限界が近いのかな。精神が本格的に壊れる前に病院とか休息を取った方がいいよ。無理してもいずれ崩壊する。会社や会社の人は誰も助けてはくれない。自分の身は自分で守るのよ。無理しないで休みましょう。私も現職になってからさ、号泣しながら駅に行くことが何度かあって、実際しんどい仕事だけど我慢しよう我慢しようと思い続けた結果、先週いきなり仕事行けなくなって今日も休んでます。心を病んだら二度と元に戻らないよ。もうここはやめようと思う。上司と後輩の不倫を知ったことで転勤させられました。理不尽な移動に耐えきれず1年ほどで精神を病みました。救いだったのはその異変に自分が気づけたこと、新天地の上司へ相談したこと、今回の転勤の裏に何があったのかそれを打ち明けたことで心をつなぎ止められた上司の理解があり、その数ヶ月後に実家近くへ転勤させてもらいました。実家に戻らず一人暮らしをし、闇から脱することができました。主さんと同じ、涙が止まらず息ができず孤独でした。やはり環境を変えること、そして理解してもらうことって重要だと思います。簡単ではないと思うけど早いうちに動いてほしいです。おもです。皆さんありがとうございます。全部のコメント読ませてもらって心が限界なんだと改めて思い知りました。体験談を載せてくださった方、心配してくださった方、本当にありがとうございます。朝旦那とも話はしていたのですが、皆さんのコメントを読んで気持ちが固まりました。明日退職の意向を告げに会社に行こうと思います。また涙が出て行けそうにない場合は電話で退職したい旨を告げ、理由を説明しても問題ないのでしょうか。もし行けそうになかったら体調が悪く電話になってしまって申し訳ないのですがと一言添えれば良いのでは。とにかく無理しないでくださいね。いかがでしたか。返信の言葉が温かくて元気をもらえましたね。こちらのチャンネルはパールズチャンネルのまとめを配信していきます。チャンネル登録をお願いします。では次回をお楽しみに。